透かした奴はいるんだから、もう少し売らなくちゃダメなんだ。悪いけれど今すぐに約束できるのは10巻だけなの。しばらくはものすごく売れていたんだけど、病気になる噂があって。いつでも病気な奴はいる、商品とは関係ない。それにお前らが連れてくる奴にだけ肉を売ってるんだ。何かおかしいのなら、それはそっちのクソったれな問題だ。あら、今度はこちらのせい？忘れて、話はなしよ。商品を向こうの人たちに売りたい？それならクソったれな自分自身で言ってやればいいわ。なんだと？おい、たくなんだよ。そうか、消えろ。また来るんだろうがね。クソ女。まずいものを見せて悪かった。ただの売買交渉で、販売業者だ。いつもあの手この手で分け前を増やそうとする。セオドア・コリンズだ。ロングネック・ルカウスキーズを経営している。連邦中で最高の缶詰の供給元だ。古い缶と連邦にある一番の肉を買っているから、マーケットで最高の製品を提供できる。何缶か家に持って帰るか。病気になる人というのは？いいか、奴はもっといい条件を引き出そうとしていただけだ。何人か病気になったかもしれない。だがちょっと汚染されてたくらいで、もう最高の製品じゃないとは言えないだろう。腹ペコになるほど旅をしているんだろう。その空腹をロングネックルカウスキーズのうまい缶詰で満たさないか。汚染とはどういう意味だ？機械にモールラットが何匹か入り込んだのかもしれない。おそらく何缶かは蓋がしっかり閉まらなくてダメになったんだ。しかし地下っていうが店は清潔だ。今すぐ裏へ行っても機械のそばには一匹もモールラットはいないだろう。裁断台以外は。だがモールラットの肉には何も問題ないんだ。全てにおいての最高を提供するために混ぜて使用している。10人中7人が新鮮なバラモンよりもロングネックルカウスキーズの缶詰の方がいいと言っている。自分で試してみるかい。モールラットの問題を片付けてやれるかもしれない。確かか。そりゃ素晴らしい。あの小さいやつらには本当に我慢できないんだ。片付けてくれたら何かやってもいいくらいだ。見てもらってもよいが、古い地下室には近づくな。あそこは安全じゃないからな。不要のガラクタを運ばせないでくれ。素晴らしい。
面白く。
し。俺たちは全てを引き裂いているんだろ。いいね。知られた以上。やった。